おいす、今日は遊戯をやっていこうかなと思います。いや、私ね、ライトロードがめちゃくちゃ好きで、まあ、このゲームね、新しく買ったんですけど、とりあえずね、ライトロード揃えたいなと思って頑張って揃えました。ちょっとこれでね、相手のハラルド倒していこうかなと思います。そしたらですね、まずはデッキから、このカードをね、落とさなきゃいけないので、これで、まずはルミナスを召喚して、あ、発動できんのね、こうか。あ、違う。あ、これ、モンクエリーの方が良かったかもしれんな。まあ、いっか。このね、ルミナスがめちゃくちゃ強いんですよ。手札1枚捨てて、墓地から、なんだっけ、ライトロード、召喚することができるんですよ。それで、場を揃えて、そっからま、シンクロ召喚するなり、なんなり、できるんですけど、はい、発動します。高校サイクロンね。一番強力、これが。オッケー。ちょっとルミナスやられちゃった。ああ、問題なし。何も問題ない。なんなら、こっからもう、怒涛の攻撃できるよ。ルミナス出す。効果発動します。で、まあ、オンクエリン捨てます。で、ルミナス出します。はい。で、こうやって、確かね、一体のルミナスが発動できるのが一体に一度だから、もう一度いけます。もう一度いけるんです。そこからモンクエリンを、あ、待って、モンクエリンじゃなくて、ここは、パラディンでいきましょう。でね、やっぱ、ライトロードといえば、もう初期からある、ジャッジメントドラグン。これはね、皆さん想像すると思うんですけども、甘いですね。ジャッジメントとドラグーンなんていなくても、ライトロードで、勝てるんです。というわけで、今回このデッキにはライトロード入ってないんですけど、まあ、頑張って倒していこうかなと思います。っていうのもね、パックを開けて、カードをね、探し当てるんですけど、出てこんかった。出てこんかったよ、ジャッジメントドラグーンが。私だってね、ジャッジメントドラグーンで戦いたかったよ。僕ね、ジャッジメントドラグーンの脳筋プレイがめちゃくちゃ好きなんですよ。なんか場面にさ、めちゃくちゃモンスターがいっぱいいる。あー、煩わしいな。もう、ジャッジメントドラグーンで、1000ポイントライフ払って全部破壊してボケーっつって、ボーンってやるのがめちゃくちゃ好きなんですよ。煩わしいこと何も考えなくていい。もうジャッジメントドラグーンで全て吹き飛ばせばいいみたいな。で、そっからもうガラキになったところをもう、ぶん殴るっていうね。このね、プレイスタイルが僕めちゃくちゃ好きなんですよ。で、なんか、ちょっと前にかな?そのなんかうえ、ブラックホールはやめて。マジでか。それはやばいぞ。一応、モンクエリンはおるけど、あ、まだ勝てるか。これなら。きつすぎ。なんか魔法カード来てほしいな。あ、来た。これ行こう、モンクエリンはちょっと手放すけど、まあ、なんか出るでしょ?信じた私がバカでした。このね、狼さんは、デッキからね、墓地に送られた時にしか特殊召喚されないんですよ。私、これは完全に私の判断ミスですね。まさか出てこんとは思わんかった。召喚できないやつが。確かね、24枚ぐらいかな?通常モンスター入れてる、通常モンスターじゃないわ。モンスター入れてるから、普通にいけるかなと思ったんだけど、無理だったね。いやクレボンス?クレボンスはダメだろう。まあ、でもクレボンスがおれば、攻撃対象になった時に800ライフポイント払えば大丈夫だから。もうこれで耐えるしかありません。いやー、ブラックホールはちょっときちいよ。ちょっとこの試合ダメかもしれん。ライトロードのね、やっぱ醍醐味はジャッジメントドラグーンですけど、それ以外にもね、アドバンス召喚することによって、フィールド上のカードをめちゃくちゃ破壊するようなライトロードもいますし、なんならエクシーズもいるし、リンクモンスターもいるし、あとなんだっけ?待って、大丈夫?それなんか墓地にいるライトロードの数だけ攻撃力がバカ上がるっていう、そういうモンスターも中にはいるんでね。オーディンやべ、オーディンを生で見れたのはなかなか激アツやな。すげえ。なんか、オーディンがさ、当時、収録された時に、まだそれこまで極真っていうカード自体がそこまで揃ってなかったから、
いや、こんなそれるの、消化するなんて無理やろ、みたいな。アニメの時みたいに、ユウセイがすごい苦しめられた試合は、まあ、無理だろう。あ、試合、苦しまれた試合を再現するのは、まあ、無理だろうと思ってたんだけど、ちょっと待って、どうしようか。単純に攻撃力4000はやばすぎだな。これはね、もうライフ私900しかないから、無理にここで粘るよりも、もう一回ハラルドに再戦を申し込んだ方が早いと思うので、私ここは降参を選びます。これは戦術的サレンダーです。おー、ハラルド、さっきはよくもやってくれたな。おー、いいね、強者の苦痛あるわ。もうこのね、初期の段階でのこの強者の苦痛のね、協力や否や。もうシンクロモンスターにはめちゃくちゃ刺さってたからね。よし、そしたら、まあ、どうしようかな。まあ、ライコでいこうか。セットします。でね、このやっぱケルビム。ケルビムもやっぱ強いんですよ。カード2枚まで破壊できるからね。なんか、ジャンクの、なんかシンクロした数だけ破壊できるっていうモンスター、ジャンクデストロイヤーだったかな？そうそう、それと似たような感じでできるから、すごい強いんですよ。あとなんかドラゴンみたいなやつ持ったりして、それも、墓地にいるライトロードの数だけ攻撃力が上がるっていう。はい、破壊します。お、ナイスナイスナイス。これがやっぱり理想なんですよね。なんだかんだね、星4で攻撃力2100ってまあまあ強いからね。 OK。 そうだね、まあここはもうアドバンス召喚していきましょう。まあその前にソーライクステンしましょうか。もうライコはいらないから、ここで捨てて、はいはい、ほいほい。あ、そうだね。よし、使おう。それで、もう相手のね、魔法トラップを2枚破壊します。いいよ。さっきのブラックホールはマジで刺さった。あれさえなければ余裕で勝てたと思うわ。タイミングを逃してるか。なるほど。そういうこともあるんですね。タイミングを逃すか。すごい懐かしい響きだね。いや、私ね、そういや、遊戯王って、どのタイミングまでやってたのかというと、リンクの最初の方だけかじってたね。それ以降はやってない。あ、てか、なんならペンデュラムもやってなかったから、わかんないんだよね。だから、まあ、リンクモンスターそうだね。でもリンクモンスター強いからな。使ってもいいかもしれない。でも基本は、わ、またブラックホールかよ、お前さっきから。いいんです。強者の苦痛で、お前らのモンスター全員もう弱者になってるからね。全然大丈夫。やっぱ世代的には、やっぱシンクロだね。シンクロとエクシーズ。ここがバチバチに世代だわ。オッケー。サイクロンで破壊します。はい、ナイス。そしたらね、まあ全然大丈夫よ。私なんだっけ、ライトロードレイピア持ってるんで。まあまあこれね、本当にガチでライトロード組もうと思ったら、まあまず選択には入らないんだけど、まあまだね、やって間もない頃だから、単純にやっぱ、この700ポイントアップするってめちゃくちゃ強いし、なんだ、墓地に行った時に装着できるんですよ。だからそういった面も踏まえて、めちゃくちゃ強い。ジャッジメントドラグーンなんていなくても勝てると。いうことになるんですよね。よし、こんな調子でちょっと頑張ってやっていきましょうか。またね、でもオーディン出してほしいな。オーディン出した上で、ちょっと殴って戦いたいね。まあでも、なかなかね、召喚するのもきついと思うから。むむ、むむむ、嫌な予感するぞ。うわぁ奪そうしてればオーディンじゃん。いや、これはさすがに使うよ。攻撃力4000のやつを見放しにはできないよ。あ、でもそっか。強者の苦痛あるから、割かし、いや、それでも3000ぐらいは普通にあったか。OK。フィールドがガラ空きになったところで、うわぁ、そこで来たか。ごめん、無理だわ。でも相手もね、なんだかんだ手札1枚しかないんで。ここはもう、モンスターカードを引いたものが勝ちです。さあ、何を引いた？うわぁ、引くかー。まあ、言うてバルキリアか。よう、それで、出すね。ちょっとでもいいからダメージ食らわしたいみたいな。私だったら多分、手札に持っとくな。まあ、そこがね、やっぱ NPC とその辺が違うんでしょうね。もうさ、なんだろう。
モンスターカードの方が多く入れてるのになんでこういう時だけさ、マジックカードとかトラップカードしか出てこないんだろうね。やば。くぅー、ここはブラックホール使った方がいいかなー。いやー、あと一旦耐えれるかな。でもこういうね、使うた、うおーい。あ、いい、オッケーオッケーオッケー、大丈夫大丈夫。はいはい、オッケーオッケー、いいよ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 。使います。はいはい、オッケーオッケー。んで、持って、ここはね、シャインエンジェルで行こう。なんでかっていうと、もうね、私、山札が12枚しかないから、あんまり長期戦には持っていけれないんですよ。だから、モンクエイリアンは出さずに、シャインエンジェルでやって、相手からね、ワンチャン、攻撃されて破壊されたとしても、デッキからね、何かしら召喚できるかなと思うので、そこからさらに畳みかけて、エクシーズとかできたら、もうこっちの勝ちかなと思う。来た。来た来た、何これ。まあいいや。そしたら、もうこれで出して、攻撃が通れば終わりだね。よし。いけ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 。はい、まあこんな感じでね。とりあえずはライトロード、ジャジメントドラゴン揃えて戦っていきたいのと、やっぱりね、スターダストドラゴン召喚したいね。そこだけちょっと目標に掲げてちょっとやっていこうかなと思います。というわけで今日の動画はこんな感じです。バイバーイ。